それではお集まりいただきましてありがとうございます。定例の記者会見を始めたいと思います。今日は私の方からありません。皆さんからご質問があればどうぞ。はい、どうぞ。はい、土曜日に、はい、自民公明党与党で軽減税率がまとまりまして、加工食品を含んで、外食が含まれて、追加合意がなされまして、副部長のご職官をお知りです。もう1週間にあたって軽減と大宣伝キャンペーンが張られましたけど、軽減と言いますけど軽減じゃありません。消費税を 2% アップすることで、5兆4000億円増税になるわけですが、そのうち1兆円だけは増税をやめとこうということでありまして、残りの4兆4000億円は増税するということです。これは1世帯あたり4万円の増税ですから、増税なのに軽減と、軽減詐欺だと言わなければなりません。それから財源をどうするのかという点についても、1兆円の財源はこれから考えると、もう極めて無責任と。低所得者対策はやめるということも言われておりますが、仮にそうだとするとね、4000億円の低所得者対策やめて、1兆円で選挙対策をやるということですから、全く道理がないというふうに思います。そこが見えているというふうに言わなければならないと。で、そもそも消費税を 10% に増税するということにはもう全く道理がないと思います。社会保障のためと言いながら、医療、年金、介護、生活保護全部切り捨てです。それから財政再建のためと言いながら、大企業には法人税減税の大盤振る舞い、軍事費は初めて5兆円を超える、大盤振る舞い、それから経済もですね、2014年度は 8% への増税によって GDP はマイナスになりました。いまだに国民の所得と消費が冷え込んでいるときに 10% などやると、暮らしも経済も大破壊するということになりますから、もう消費税 10% への増税そのものを中止すべきだということを強く訴えたいと思います。はい、課題ではですね、その上でまずさっきおっしゃった1兆円の財源はですね、はい、確か社会保障の方に緊急財源になるかという提言もありますし、であとその辺のところとですね、あともう一点、今回自民党と公明党の案に結構譲歩したというようなことも見られてまして、選挙対策じゃないかという意見もありますけど、その辺も含めて。いや、さっき言った通りです。選挙対策だと。はい、どうぞ。今年の通常国会などでは、その一点相当的な安保での反対を野党でやったりしていますけれども、軽減税率や消費税のことに関して、民主党も財源について無責任とか、何点か共通点が今の主張とあったかもしれないけど、この問題についても野党共闘みたいなことを考えられますか？もう私たちはテーマを絞っているわけではありませんから、国会の中で国民の立場からプラスになる問題があれば、どんな問題でも一致できる政党との間では協力共同をやりたいと思っています。消費税もしかりです。通常国会、1月2日の通常国会で、はい、共産としてこの問題について、政府与党に対して何か批判的に責めていることがありますか？大きな追及ポイントの一つでしょうね。それから参議院選挙の大争点にも押し上げなければならない問題だと思いますね。今度の参議院選挙でこの是非を問うと、そして中止の世論をですねと審判を下すということなしに、もう再来年4月から増税ですから、そういう点では今度の参議院選挙が消費税増税 10% への増税を中止せよという大争点に私たちはしていきたいと考えています。はい、どうぞ。関連するんですけど、大学通常国会は、今回の経済政策もそうですけども、大臣の票がもう、追及の課題からは、ちょっと温度が下がったような感じなんですけど、それ今後引き続き、許さんでしょうか？
まあ、前回高橋千鶴子議員が追及もされましたが、まあ、引き続き様子見ながらということになるんじゃないでしょうか。はい、どうぞ。日経新聞です。はい、日印の原子力協定の件なんですけども、はい、今、NPT に加盟されている以上の協定が出てきたんだけれども、この協定についての詳細についてお願いします。インドに原発輸出を可能にする協定ですので、私はですね、相手がどの国であれ、福島の原発事故がなお収束しないで継続中という時にですね、日本から原発を輸出するなどもってのほかだと思いますし、ましてやインドは核兵器保有国です。そういうところに輸出するというのは、インドの核兵器開発にも手を貸すということに なりかねないわけですから、二重にですねやるべきではないという立場です。 3.11 を体験した国、広島長崎を持つ国としてですねやるべきではないと思います。はい、どうぞ。北海道の僕の補正の考えですけども、塩さんに民主党の連が、農民生活局長を池田さんですね、共産党にさせていただいたんですけども、この人の共産党としてはどういうふうに今後対応するかというか、今言っている橋本さんを入れるのかどうかというか、まあ、これ繰り返し述べておりますけれども、安保法制、戦争法廃止で一致できる政党団体個人みんなが力を合わせることができる体制を作るために、まあ、それぞれが努力をされているというふうに聞いてますので、まあ、そういう筋の取った合意ができれば、私たちも候補者調整はあり得るということはかねがね言っている通りですから、そういう合意ができるかどうかですね。はい、どうぞ。はい、それに関連してなんですが、はい、今筋を取った合意ができればという話だったんですけども、民主党公約としてはですね、維新ですとか、新党会費ですとか、社民とか、そういったところをもっと手厚くはやってるんですけども、共産党さんとは協議をするというところはですね、明確には示されていないんですけども、協議の仕方というか、どういった形で協議が進めていくというか、共産党としてアクションをするのかどうか。もうすでにいろいろな、政党団体の皆さんと、北海道の地元の党組織が話し合いは持っていると承知しておりますから、それの中身がですね、と結果がですね、さっき私が言ったようなものとして合意できるかどうか注目しているところです。よろしいですか。はい、じゃあどうもありがとうございました。